本校では英語教育に力を入れていますので、その集大成ということでオーストラリア研修というものを位置づけています。一番感じてほしいなというのは、日本とねオーストラリアと比べてもらいまして、世界の中の日本というのを再確認してほしいなという、そういう思いもあります。全校って楽しかったです。楽しかったです。非常に良い思い出になりました。トローチめっちゃ食いました。私たちの班は日程について担当して、オーストラリアのとりあえず日程を一から順番に順を追って説明してきました。次にセントスティーブンスカレッジに行ってホストファミリーと対面しました。オーストラリア人はでかくてごつくて見た目怖いけど意外に優しかったです。英語が全然話せなくてイエスとかノーとかしか言えなくて本当に困りました。工夫した点はみんなにいっぱい見てもらえるように、とりあえず写真をたくさん入れるようにしたのと、あとはそのもうやったことを本当に凝縮しなきゃいけないので、その辺は文章を作るのとかも頑張りました。日曜日はブロードウォーターパークというビーチ沿いの公園に連れて行ってもらいました。その日はゴールドコーストのバースデーパーティーが開かれていました。本当に言い尽くせないぐらいいろんなことがあって充実してました。僕の名前は後藤健人です。気候に後藤健人なので、気候に気をつけんとって感じでいっぱい気をつけるというのがあるので紹介していきます。広大でしたね。空もなんか澄み通ってて綺麗で良かったです。インターネットとかでもともと書いてあることより、自分たちが直で感じたことを言うようにしました。サングラスは絶対に持って行った方がいいです。日差しがとても強く朝日は眩しいです。女子はもちろん男子も持って行く人が多数いました。俺観光についてオーストラリアの行ってきた、その巡ったところ、シーワールドとかそういうカランビン動植物園などといった、まあそういう観光スポットを参考になれるように発表しました。クイズとか作ってたんで、まあ、そのクイズを通してそのちゃんとオーストラリアってこういうことだよって、まあ理解してもらえるといいなって思いました。いいなと思ったら手を挙げてください。結構な人が挙げてくれてて嬉しいなと、作った甲斐あったなと思いました。楽しめばいいと思います。でもその中でもいろいろ学ぶことはいっぱいあるので学んでほしいです。でもイエスとノーしか言えないんです。なんか、会話が続くことを目標に英語を勉強していってもらいたいなって思います。